よくもはいオッケーオッケー、ナイス。おっと見えない見えない爆炎。はい、よし。バルカンにひるまないから一回寝かせて下がってお味方さんに任せましてやると。よしよしよし、そこなんてやねんなんてやねん。 OK、 はい、今日も来ました、この戦場ということで、皆さんランクマッチお疲れ様でございました。はい、3日間皆さんもね、ストレスと戦ったと思いますが、はい、まあいつげの中では結構ね楽しさもありましたね、今回のランクマッチ。まあ、10戦っていうなんだろうね、長いようで短いような回数しか1日出撃できないっていう縛りだったんですけど、すごい良かったと思います、あれ。うん、その10戦だけ集中すればいいだけの話ですからね。はい、前までのはもう全部長い、もうなんていうか、もう無制限にできたじゃないですか、時間の限り。それよりもやっぱ今回のような集中して短期集中してやれるのがすごくいいかなと思いました。はい、でやっぱ一緒に戦ってくれる人もなんていうかな、普通のレーティングよりもやっぱり意識が高い人が多かった気がしますね。あとポイントで走る人も多かったんですけど、それよりも意識が高いチーム連携、まあ勝った方がポイントは高かったのでね。うん、でその意識をする人の方が多かったんですよ。はい、いすげの感覚でしたね。まあ結構ツイッターでなんか荒れてたみたいですけど、はい、まあ今回のランクマッチはまあ前のよりは全然良かったかなと思います。はい、それさておき、ランクマッチの報酬としましてジム2をね手に入れることができましたので、今回は使っていきたいと思います。まずは性能を見ていきましょう。こちらでございます。はい、ということでランク魔報酬期待ジム2レベル1コスト300、地上宇宙ゲル汎用機でございます。ステータスざっと見ていきましょう。期待 HP プラス2000しまして1万5000、体実9、体微補正14、体格補正7、射撃補正25の格闘補正15、スピード125のスラスター55となっております。はい、まあステータスざっと見た感じなんですが、耐性の方があんまり高くないんですよね。うん、まあ、HP はまあ普通ぐらいですね。うん、普通ぐらいでありますが、体術と体格が9と7ってことで結構低いですね。なので打たれ弱い機体にはなります。はい、で射撃補正が25、格闘補正15ってことで射撃補正がなぜか高い機体になっておりますね。格闘補正高かったら若干強いなとは、ちょっと強いなとは言えたんですけど、今のところあんまり強くないですね。でスピード125のスラスター55ってことで、足回りはどうだろう、いい方ではありますね。でもグフ VD が同じ300で130なので、性能で武器の方でも負けてるかなっていうのは正直目に見えますね。はい、それさておき武器の方見ていきましょう。ハイパーバズーカ改良型、今回を装備しておりますが、ジム2といえばこちらジム2用ビームライフル、これなんですけどね、皆さんどうですかこれね、2発、まあ、発射間隔が短い間隔で撃ってて、弾速もすごい速くてね、敵をひるませやすいし、まあ、B 角がしやすいんですけど、すぐオーバーヒートしちゃうんですよ。うん、一発撃って結構間隔かけてもう一発撃たないとオーバーヒートしちゃうんで、それよりもさ、ハイパーバズーカ改良型ってすごい取り回しやすいんですよね。弾速もまあまああるし、あとはなんだろう、1発撃ってから2発目撃つまでの間隔もそこまで長くないんですよ。プラス弾速が12あるんですよ。だとしたらもう本当にこのジム2を使いたいっていう人なら、いすぎはこっちをおすすめしますね。うん、ジム2用ビームライフルはね、正直あーんって感じ上の位400とかになるとやっぱビームライフルが強いっていうか、その一瞬が大事なので、まあ、ビームライフルでもいいと思いますが、300とかならバズーカの方がいいかな。やっぱり遅い機体が多いのでね、足の遅い機体が多いので、ハイパーバズーカでも全然ひるませられますので、はい、400とか速い機体になってくると、こっちでもいいかなと思います。はい、で、まあ、それからビームサーベル。悲しいけど、普通のやつなんですよね。ここちょっと上げてほしかったね。まあ、しょうがない。ジムだもん。ってことで、飛ぶバルカン後期型ってことで。まあこれは普通のジムよりもいい性能してるのかな、そこはちょっとよく分かりませんが、まあ武器がこれだけしかないのでね、どんどんバルカンも使っていかないといけません。はい、それがカスタムパーツなんですけど、足のやつ、足強くなるで強化フレームと新型フレームとなっております。カスタムパーツがね、300の割になんか少ないような気がしますが、こんなもんなのかな。まあとりあえずスキル見ていきましょう。ドン。100部ショックアブソーバー2、クイックブースト1、緊急回避1、コースのバランス1、格闘連撃1、コースのレーダー1、対人レーダーレベル2、前線維持システムレベル2となっております。はい、まあジムの場合ですね、確か緊急回避はあってバランサーがなかったんだったかな、まあどっちか忘れたけど、まあジムはね、まあこれのどれかが欠けてたはず。まあ、ですがやっぱ2になると装備されてますね。でそれから強いなと思ったのがこれですね、前線維持支援システム。はい、コスト300でありながら、というか汎用でありながらこれ持ってるっていうのが、まあ、ちょっとした強みなのではないかなと思います。はい、確かザク2回あたりも持ってたとは思いますが、まあ、そこと同じ立ち位置ですね。まあ、なおかつこの子は HP もね、盛れば15000ありまして、プラス盾もあるんで若干はね生き残りますのでね。ってことで、自軍を立て直すのにこのスキルは結構役に立つんじゃないかなと思います。はい、やっぱ少ない状態、枚数が少ない状態で戦うっていうのはすごい不利ですからね、まあ、そこを埋められるこのスキルは若干強いんじゃないかなと、隠れてこの機体の強いところはここなんじゃないかなと思います。はい、まあザク2も使えるけどね、ザク2回もねはい、まあ、それさておき、ランクまで手に入れた機体でございます。まあ、正直言ってはそこまで強くはないのですがね、まあ無難な機体、ザ汎用ですね。はい、まあ、ということで今回はこの機体使っていきたいと思います。では行きましょう。さあ戦いの時間だということで、今回使っていく機体は新機体ジム2でございます。よろしくお願いしますということで行きましょう。さあ B ライですけど、まあ、最初の方でも話してると思いますが、多分 B ライよりもねバズの方がものすごく活躍できるかなーっていうのは正直ありますね。まあ、すぐね切れちゃうんですよ B ライはね。まあ、それよりも12発撃ってて弾速もまあまあいいね、ハイパーバズーカ改良型でしたっけの方がプラスなんじゃないかなーとか思いますけどね。ちょっと待ってちょっと粘ってくれよ、今行くから。あーごめんよ。よくもはいごめんでもまあ足やったからね。オッケー。さあとりあえず1やり3、2、1、5。これはしょうがないよね、これはしょうがない。オッケー。ブーストが回復しない。オッケー、ナイス。どこにいる？オッケー、そこか。外してく。さて右に爆撃がいくでしょ。いった。いいよ。はい、食らわせて。おっと、見えない見えない爆炎。はい、よし。かくるー。撃たれてる立て。さあということで F から出撃でございます。いきましょう。バリバリ全身はは面白い機体がいますね。お、外した。さあ、ひるみを取っていくよ。あ、ひるまない。バルカンじゃひるまないんかな。一回寝かせて、下がって、お味方さんに任せまして、やると。待って待って、カットー、ナイス。素晴らしい素晴らしい。右来てるよ、5番さん。これは、そう。狙いすぎたねー。オッケー。一旦下がって、バリ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 やりながら近づいて、緊急回避の、打たない。オッケー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 。任せろ。よしよしよし。そこ。なんてやねん。なんてやねん。オッケー。やる。そこ。シールド、うん、なんかいたな今。バズダメージは耐えたい。はいはい、タコからの、はい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 、えナイス回避。オッケーナイス。あれはまあほっときましょうか。とりあえずこんだけ打ってもあと5発いってますからね。それが強みじゃないかなと思いますが、ちょいよっしゃ、けい、打て、5番打て、ナイス。さあ、ということで F から出撃でございます。守りを固めよう。いきましょう。敵さんはね、ガンタンクがいますので非常に厄介ですよね。前に出たいところですが、ガンタンクがね、ほんと打ってきますんで、OK、一旦下がって右から出てきてもらい、敵を挟み、1、2、えい、ゴー、ナイス回避、素晴らしい。いや、これちょっと手出せないから、右側の。お、マニューが素晴らしい。これはもうやれるね。で、そこ。OK。で、左1いますので。かっこいい格闘。かっこいい格闘だ。あの人多分そろそろやれるはず。スナイパーさんが。狙ってくれるはずだが、動くな動くんじゃない。よしよしよし、はい、いただき。さあさあさあ、下がりましょうか。 OK。 痛い痛い。さあ逃げろー。あとは攻防戦だ。OK。 さあ敵は上がってこないね。さあどこ落ちてくる？普通に落ちてきたな。はい甘い、お願い。 OK、 いいよ、しゃあない。 OKOK、 素晴らしい。さあもう一枚で素晴らしいカウンター。はい、いただきます。あー、ナイス。いただけなかった。さあすまんの、申し訳ない。俺たちの勝ちだー。さあ、ということで終わりでございます。本日使っていきました機体はジム2でございました。はい、この子のね、強いところ何かと言いますと、いつげが思ったのは性能とかじゃなくてスキルの前線維持支援システムレベル2なのではないかなと思いますね。うん。汎用機でありながら、で、まあ、性能足回りも悪くないし、あとは、なんていう、ザ・汎用機、盾役として活躍できるので、まあ、前線を抑えつつ、味方のリスポーンを早めるのが、結構強いかなと思いますね。目に見えない強さがこの子にあるのではないかなと思いました。はい。ビームライフルの方なんですけど、まあ、即よろけはいいんですよね。弾も速いし。いいんですけども、なんだろうね、普通にバズーカの方が強いような気がします。はい。それはちょっとイスゲの個人の感想かもしれませんが、うん、使った感じね。まあ、350、400がどういう感じかちょっとわかりませんので、何かしらありましたらコメントください。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。